北斎漫画というのは最初は絵手本と言われるものなんですけども、最初はこれ弟子たちに対する通信教育の教材として考えられたんですよ。遠方の人からね、弟子したいんですけどって言われてもいけないじゃないですか、北斎忙しいから。だからまあまあ、あの、この手本ね、これ作っとるから、これ見たらあのなるべく書き方とか分かるようにしとくから、はい、これ見て勉強してくれやみたいな感じで、文科生宛てに作ったテキスト教材が、この北斎漫画やったんですけども、最初はね、最初そうやったんですけども、だんだん意味合いが変化していって、自分の好きなものをめっちゃ書き込んでいきますよというネタ帳みたいになっていったっていうのが、この北斎漫画なんですよ。